えー、は,い、おはようございます、えー。音楽の雑談なんですけれどもよかったらお付き合いください。えー、と昨日ね、えー、レインボーのファーストアルバム、えー、セルフ・ポートレイト、えー、日本語版で、えー、自画像っていう曲、タイトルになってますけども、えー、これを収録いたしましてね、 で早速あのコメントを頂きましてロサンゼルスにお住まいの方のようですバーテンダーをやって40年なんて書いてありましたけども「ナイスブレンキン」「and thank you for c h o o s i n g this t r a c k、uh, g r e a t s o n g この曲に対して思い入れがあるんだと思いますね。でその不思議な曲なんですよあの曲調もそうなんだけれども歌詞がね面白いんだよなって高校生の時は全然興味なかったんだけどもこの間 と歌詞見たらなんだこれあって結構深い意味があるんじゃないかと思ってチャット GP に訳してもらったんですけどねえ絵を描いてそれを壁に飾って暗く彩り線は這いずり始める必要があるしたいしたいしたいダウンダウンダウンですね私をぐるぐる回してえ夜から昼私を描いて連れて行って見つけられないに後を残さないでダウンダウンダウン 現実は何もないただ感じるそしては私は行きたい気がするそして私は行きたい気がするダウンダウンダウン目を開かない目の絵を描いて私だけのために考える稲妻ねえねえねえあのへいへいへいですね支払うのは悪魔だけど私は行く用意ができている下から引っ張り下ろして寝る場所を私にくれ ねねえねえ「現実は何もないただ感じるる通り私は行きたい気がする」。これロニーが書いてるんですけどロニーって結構哲学的ななんかの書く人だよね「あの銀霊の覇者」もそうだけども。でプラス「リッ リッチーとあの出会っていろいろと話したんですよねそのなどういう曲を作るみたいにでリッチの人生観みたいのも相当入ってるのがこの曲の歌詞ではないのかなって気がするんですけどもねあリッチがリッチを,を旗で見たディオが見たリッチって という人物を描いたのがこの歌詞ではないのかなと思うんですけどもあの人は音楽の天才でギターの天才で、えー、まああれですわ自分のやりたいようにやって、うん、気にならなきゃメンバーを首切るし脱退するしデューパープルだったりするし自分の思ったような音楽を追求するとそのために一切の妥協を許さないっていうのがリッチーの生き方ですんで。 うん、あの結婚も何回離婚と結婚繰り返した四五45回56回はやってたと思うんだけど <laughs> 納得いくようてないかないでもや,や,やり直すのがやつなんだよねリッチ・フラックマンお師匠様なんですけれども <laughs>、えー、だからあのそ,そのかリッチの悩みにあったのってのこういうことなのかなでそそういう自分のことを,を自画像に例えて。 例えてね死体,死体ってのは何なんですかねえっ、ー、と普通は人間って上昇思考で上上痛いと思うんだけど「死体死体死体」な何なんだろうって私君「ダウンダウンダウン」ってもう一回歓迎の話に言った時にこれはあの、えー、人間の生命の死のことを意味してるのかなって直感的に思ったんですいずれ人間は死ぬんだからさみたいなねそれでこの間ご紹介したあの南方 仏教の、えー、と長老の方の話を思い出したんですけども、えー、人間はそのいかにしてその苦痛から逃れることができるのか苦痛を和らげることができるのかっていうふうな、えー、話の中でねその人間っていうのはいずれあの死ぬんだから死んだら全部が終わり全部がパワーなんでどんなに勉強したってどんなにあの努力したってどんなに えー、若い頃力あっても年、うん、を取れば衰えるしどんなに美貌のある女性若い女性でも年を取れば衰えてなくなってしまうし死んだら全部パーだよってでそう考えるとそういう執着を捨てると、えー、人間っては楽になれるんだよってお話だったと思うんですけれども確かにねあのそ,それもその通りだと思うんですけどなんか違和感があってっていうのは。 えっと、確かにそういう執着してたら楽に生きられるかもしれないんだけど人間の進歩っていうのはそこでなくなってしまうと思うんですどうせ死ぬんだから何も言わなくたっていいじゃないみたいな、えー、でところがその天才たちっていうのはものすごい執着なんですよねリッチ・ブラックマン師匠もそうだしジェフ・ベックもすごいなんかこうギターに対しての一生こうあの技術を上げようっていう執着があったし えー、昨日ご紹介したラッセルラッセルもそんなふうなこと言ってましたよね。で天才たちっていうのは、えー、とそうやって執着捨ててしまえば楽に生きられるんだとしても、えー、と才能を与えられてるのでそれは絶対嫌なんですよねど。どうしてもやりたいやれるだけのものを が与えられてるからそのやらざるやらな,な,ないではいられないような気持ちになるんだと思うんですどうしてもやりたいどうしてもねもう前陣未遁のことをやろうとするとあのいろいろとまあそういう苦悩があったりするのだろうけれどもそれでもやりたいですわねリッチーなんかそんな感じがするんだけれどもでそうするといろいろと苦悩もあるってもう時にはもうええー、わ死んだってもいいわみたいな気持ちも ななったのかもしれないんだけど、ね、えー、それでもや,やらずにやられないみたいなあのなんかこう分かったよう、ね、な気がしたんですよねリ,リチのことがね。えー、というわけでああそれとねこの,あの歌詞を訳してくれた方のページでねこの曲っていうのはねあの歌詞じゃなくて曲調の方なんですけども。 えっとバッハのね、主よ人の望みに喜びよっていうあの、ダラ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 ダってあの曲ね、あれと地味編とミックスしたようなインスパイアされたような曲なんだよって書いてあって、ええなんて思ったんですけども、あのあのバッハを立中流に解釈するとこうなのかもしれないなと思って、あの主よ人の望みの喜びよ、望みの喜びよなんですよ。 えー、バッファーはすごく肯定的に捉えられてだってあ,のあれをその教会でやるわけだから <laughs> やっぱりちゃんと一般の方信者さんに伝わるような曲でなきゃダメなんですけどリッチーの場合は、えー、この歌詞と相まって、えー、その人の自分の望みですね天才であるがゆえに、えー、いろいろ達成したいものがある達成したいものがある。えー そ,それのこうやっぱり喜びは感じたと思うんですけどそれの律流の表現がこれなのかなあそっかじゃあやっぱり根っこは同じこと言ってるのかななんて感じがしますんですけれどもね。ということでずらっと喋ってみました。それじゃ